休憩前に引き続き会議を開きます。ただいま議題となっております決議第1号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。内容でありますので、これをもって議案質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております決議第1号につきましては、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって決議第1号につきましては委員会付託を省略することに決しました。これより討論を行います。発言通告書が提出されておりますので、これを許します。15番小牧和美さん。それで私は決議第1号、現環境センター敷地を建設候補地とすることに関する決議につきまして、反対の立場で討論をいたします。補正予算の討論でも申し上げましたが、率直に感じることは、なぜこのようにことを急ぐのかという点です。7月18日の市長の表明を受けて、守山市民全体が、環境センターの建設候補地を現敷地にすることを方針とすることについて、その是非を含めて話し合いが始まったばかりです。この件について地元の人のお話をお聞きすると、大変複雑に感じていらっしゃいます。この施設が市民にとってなくてはならないものであり、何とかしなければならないのは分かっている。しかし簡単にうんというわけにはいかない。この言葉が心に残っています。地元の中にはいろいろな考えの人がおられます。だからこれまでも申し上げた通り、丁寧な説明とそして合意と納得が必要です。気持ちに寄り添った対応が必要です。しかし今回議会がこのような議決を挙げることは、仮に容認しようとしている住民の感情をも逆なですることは明らかです。私も同様の思いですが、中身よりやり方が間違っています。話し合いはスタートしたと言いながら、やっていることは決定を飲んでほしいということです。今回は時期が早すぎると言っても、この今日の決議でご利用しようする。反対意見があっても力ずくで合意に進める。このやり方が問題です。基本的に議員発議の意見書案は全会一致を原則とすべきです。特に今回の決議案のような内容はなおさら、決議など挙げるべき性格のものではありません。多数決が原則だからと言われますが、仮にこの問題を住民に問うたとき、反対の意を唱える人は市民全体から言えば少数です。その人の声を押さえつけるやり方です。強引なやり方は決して良い結果を生みません。今回、議員発議の決議を強行しようとすることに、憤りを持つのは私だけではないと思います。地元の皆さんも一緒です。今回の決議、強い抗議の意を申し上げ、反対の討論といたします。これをもって討論を終結いたします。討論はありませんか。内容でありますので、これをもって討論を終結いたします。2回言いました、ごめんなさい。それではただいま議題となっております決議第1号について起立により採決をいたします。はい、はい、
それでは本件を原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。はい、ご着席願います。起立多数であります。よって本件は原案の通り決しました。退席した人、環境施設対策特別委員長、議会改革特別委員長及び公共施設調査特別委員長から目下各特別委員会において調査並びに審議中の事件につき閉会中の継続審査の申し出があります。お諮りいたします。各特別委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に対する、することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって各特別委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。以上で本定例会に付議されました議案の審議は全部終了いたしました。この際市長より発言の申し出がありますのでこれを許します。市長、どうぞ。議長のお許しを賜りましたので平成26年第4回森山市議会定例会の閉会にあたりまして一言御礼のご挨拶を申し上げたいと存じます。去る8月29日から本日までの28日間にわたりまして提出をいたしました各議案につきまして慎重審議を賜り原案のとおり認定あるいは可決同意をいただきましたことに対しまして中心より厚く御礼を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。特に今年度から水道及び病院事業会計に加えまして一般会計をはじめとする7会計の決算認定につきましても今議会中に決算特別委員会にてご審議をいただき改めまして感謝を申し上げます。今会期中本議会並びに各常任委員会等におきまして議員各位から賜りましたご意見あるいはご提言につきましては真摯に受け止めさせていただき予算執行及び今後の施政運営に生かしてまいる所存でございます。何卒よろしくお願いを申し上げます。さて先日開催をされました環境フェアには8000人もの市民がお越しをいただきまして施設の見学やゴミ分別コーナー等を通じまして環境問題やゴミ問題について考えていただく貴重な機会となったところでございます。先ほどは本市の最重要課題であります環境センターの更新につきまして現環境センター敷地を建設候補地とすることに関する決議をいただいたところでございます。私どもの取り組みの大きな後ろ後押しとなる決議に深く感謝を申し上げますとともに今後はこれを糧にしながら進めてまいりたいと考えております。今回の決議のご趣旨を十分に踏まえまして地元自治会に誠心誠意ご説明を申し上げますとともにさまざまなご意見や思いなどを真摯にかつ丁寧にお聞きをししてまいりたいと考えております。また付帯施設などにつきましてもしっかりとご協議をさせていただき建設としてご理解をいただくべく行政を挙げて取り組んでまいります。ぜひとも引き続きご協力をお願い申し上げます。次に森山中学校改築事業にかかります債務負担行為の補正につきましては中日に議決をいただきました。これまで議員各位からいただきましたご意見を踏まえる中で去る9月16日に単体企業または共同企業体による制限付き一般競争入札広告を行いました。本日25日に設計使用図書等の説明会を開催したところでございます。次回の議会には建築工事にかかります契約議案を提出できますよう全力で取り組んでまいります。このほか今回議決をいただきました条例のうち
いじめ防止対策推進条例につきましては、条例施行により総合的かつ効果的にいじめの防止を図り、防止に努めてまいりますとともに、発生時には早期解決のために組織的な対応を図りまして、森山氏としていじめ問題の根絶を目指してまいります。また子ども子育て新制度に基づきます4条例につきましては、条例施行の準備に加えまして、同制度に基づく事業計画案を近々に取りまとめまして、早急に議会と協議をさせていただく中、事業計画を策定し、市民や事業所にお示しをし、また協議をしてまいりたいと考えております。また来る9月28日には琵琶湖大橋開通50周年記念行事が開催をされます。琵琶湖大橋はご存知通り、滋賀県全体の発展に大きく貢献をしてきたものであります。議員をはじめ多くの方々のご来場をいただきまして、湖岸地域の活性化につながればと期待をしているところでございます。さて、来週には月が変わり、平成26年度も下半期に入ってまいります。本年度の事業精査また検証と合わせまして、いよいよ本格的に平成27年度の新年度予算編成に取り組んでまいることとなります。国では9月3日に将来を見据え有言実行政策実現に邁進する実行実現内閣として、国民の負託に応えるため内閣が改造されました。引き続き経済優先を進めるとともに、最大の課題の元気で豊かな地方の創生を図ろうとするため、地方創生大臣の任命や女性が輝く社会の実現、大きなチャレンジとして女性ならではの目線で旋風を巻き起こしてほしいとの思いから、滋賀県出身の有村治子参議院議員が女性活躍大臣に任命されるなど、女性閣僚が5人となったところでございます。地方創生では地方創生交付金の検討もなされているようでございまして、当然ながら地方自治体の財政運営に大きく影響をいたしますことから、今後とも国の動向を注視しつつ、市財政への影響や補正予算への対応など市といたしましても具体の検討を進めてまいりたいと考えております。今後とも健全財政を堅持をいたします中で、さらなる事業の選択と集中を図り、市民の皆様のお力をお借りし、住みやすさ日本一が実感できるまちづくりに最大限の努力を傾注してまいる所存でございますので、議員各位のご支援とご協力をお願い申し上げます。最後に議員各位におかれましては、なお一層のご自愛をいただきまして、ますますのご研鑽ご精進をいただきまして、今後とも市政の発展と市民福祉の向上にご貢献を賜りますよう心からご祈念を申し上げまして、9月定例会の閉会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。本会議並びに各委員会におきまして、連日慎重にご審議を賜り、本日ここに無事終了いたしましたことを心から御礼申し上げます。これをもって平成26年第4回森山市議会定例会を閉会いたします。どうもご苦労さんでございました。